インターセプターボディアーマーのカラーバリエーションインターセプターボディアーマーはアメリカ軍のボディアーマー。パスグッドベストの後継としてアメリカ陸軍とアメリカ海兵隊に採用されアフガニスタン紛争やイラク戦争で使用された。インターセプターボディアーマーを着用したアメリカ海兵隊インパルズの装備面積を増やすなどの改良を加えたタイプを着用したアメリカ陸軍の兵士。今は 外装のオットーブとサピと呼ばれるセラミックプレートの二つで構成されている。オットーブには前面と後面に規格化された装備取り付け用のパルスウェビングが縫い付けられており、任務や運用武器により多くのポーチ類やオプションを装着可能な設計になっている。また、ウッドランド、サンシーデザート、ユーシップ、コヨーテブラウンといった迷彩パターンが用意されているため、 様々な地形での戦闘に適応することができる。オットーブの内部には、ケブラーを使ったソフトアーマーが挿入されており、内規格レビリアの防弾性能を持っている。ソフトアーマーは、リップストップ加工された、ある程度防水性能と遮光性があるビニール系のものにパックされており、汗や雨で濡れることによる防護性能低下と、紫外線や日光による劣化に対し強くなっている。 その反面ビニールのような素材のため放熱性や、吸汗性が極端に悪く熱帯の酷暑で、装着している兵士には、かなりの負担になっていると思われる。サッピはない規格レビリーブの性能を持った、セラミックプレートで、オットーブの前後に1枚ずつ挿入することができる。ソフトアーマーと併用すれば、旧な投票順段の 7.62X51mm。 ナトー弾を20メートル以内から3発撃ち込まれても阻止することが可能。全面のみサピ緊急投機機能が備わっている。アメリカ同時多発テロ事件以降の対テロ戦争で側面の防御力不足が指摘されたため、側面に小型のセラミックプレートがオプション装備として追加されている。今の重量はオットーブが8.4ポンド、 セラミックプレート1枚が4ポンドの合計16.4ポンドで、レンジャーボディアーマーよりも 4kg 軽くなっている。今の運用年限は3年程度である。車両の機関重視用に防御力を大幅に向上した、クワードガード4と呼ばれる拡張装備も存在している。喉襟首下腹部肩上腕部そして、大腿部や、すねまで防護できるインターセプターボディーアーマーオプションも存在する。 上腕部につけるダップス若田や脇から侵入した弾丸が肺や心臓を傷つけるのを防ぐためのものであり腕を守っているわけではない本国ではサーピの横流し品が問題になり摘発から逮捕までに至ったケースもあった今は陸軍ではヨーテブ海兵隊では MTV によって更新されたありがとうございます